こんにちは、シエルです。今日は夏の購入品の紹介をしたいと思います。というか私すごい黒いね、焼けた。この間の夏祭りで仕事があって、多分それで相当焼けました。結構日焼け止めになってたんだけどね。最近あんまり洋服買ってなかったんですけど、オーダーしていたお洋服が届いたりしたので、今日は夏服の紹介をしたいと思います。2ヶ月前ぐらいにね、展示会に行った時にね、オーダーしてた洋服が届いたんです。こちらリスのマークのエトレ東京。はい、この届いた箱を開けて洋服着てみたいと思います。2日前にね、新宿ルミネ2のエトレにも行ってきて、ここでねお洋服も買ったの。見てこれ、クリアポーチに入ってるの超かわいい。はい、今日はこれも着てみたいと思います。私ね、身長153センチでね、サイズ感が基本ね XS ぐらいなんですよ。中開けていこう。あ、かわいい。あ、袋から出しちゃった。え、これどうなってんの。あ、こうなってるんだ。あー、はいはいはい、はい、こちらです。白い T シャツなんですけど、これ見て、後ろがすごい可愛いの。こうやってちょっとねじれてリボンみたいになってて、でこの下のね、裾のところをね、こうやってね結んでいけるんですよ。ちょっと着てみないと可愛さ伝わんないかも。なのでちょっと今から着てきますね。色がね、黒とかもあったんだけど、やっぱさ夏だから白選ぶよね。白選びがち。着てきました。かわいい。一見シンプルなシャツなんですけど、このね背中がかわいい。この下は縛ってます。で中にこれ黒のキャミソール着て、このキャミもエトレなんだけど、2日前ぐらいにもねお店行ったんだけど、ここの袖のところをこうやってね折ってきてる店員さんもいて、すごいかわいかった。こうするとちょっと短くなって、ちょっと立ってみる。見えない。どう？かわいい。背中かわいいの。ちなみにこのスキニーパンツもエトレのものです。でこれフリーサイズだから、やっぱちょっとS サイズも大きい身としてはちょっとここら辺少し大きい気もするんだけど、後ろでここで、ね、縛れるから。この辺りはキュッてできるんだよね。そう、それで友達がエトレのスタッフやったりするんだけどね、その子もね結構小柄で、いつもその子にねアドバイスもらいながらお洋服買うんだけど、なんかここら辺キュッてできるからね、いい感じ。かわいい。背中を見てくれ。ちょっと結び方これで合ってるかちょっと謎だけど、はい、まあそんな感じでした。はい、早くこれ着てお出かけしたい。背中を見てって感じ。はい、こちらは2日前に、エトラのお店に行って直接買ったものなんですけど、このクリアポーチに入ってる感じめっちゃ可愛い。なんかね、水着とか入れるのもいいよって言われたんだけど、 Your next chapter is going to be amazing ということです。なんかさ、やっぱこういうさ梱包一つでさウキウキするよね。うん、はい、ということでこちらも着てみました。これもかわいい。結構肩のところが出てるね。だからちょっとブラの紐とかあるとちょっと見えちゃうかな。こんな感じ。あ、後ろがね、そう、ここにねボタンが3つあって、ちょっとだけここが開いてる。ピンクかなと思ったんだけど、これブラウンの色なんだけど。はい、ということでこんな感じで、かわいいね。うん、ぴったり。小柄な私でも結構ぴったりかも。これ一応フリーサイズなんですけど、ボトムにねインできないぐらい結構短めの丈です。これお店でセールで7000円が 70% オフぐらいだったんですよ。だからね2000円ぐらいで買いましたね。アッキー。これね色味ブラウンなんですけど、白もあって悩んだの。まあブラウンって言っても結構ピンクっぽいんだけどさ、そう悩んで、さっきのやつも白だったからこれはブラウンにしてみました。エトレのスキニーパンツと合わせるとこんな感じです。で結構だ、肩が結構出てる感じか。かわいい。あとこのクリアのポーチほんとかわいいよね。これに入ってるだけでさ、さらに可愛さ増すというか。このポーチには何かを入れたいと思います。はい、ということで今日はエトレのお洋服2点紹介しました。あと最近買ったお気に入りのリップがあるんだけど、これででん、
最近のこれお気に入りのリップで、リトルレディリュクスオールインワンルージュリップカラーと05番のヌーディーレッドっていうやつなんだけど、これがめっちゃね可愛い色なんだよ。よくみんなこうやってやる？ちょっと似てないよ服と。今も塗ってるんですけど、なんかツヤ感も出てすごい可愛いの。これめっちゃ買ってよかったと思った。この洋服今合ってる気がします。あと購入品じゃなくてこれもらったものなんだけど、ランフランのプレゼントもらいました。私のビジネスパートナーの女社長さんからもらいました。ありがとうございます。中には何かというと、お、こちらじゃかじゃん。あ、かわいいスリッパ。この間仕事の打ち合わせってもらったんですけど、なんかね中身もスリッパって聞いてて、でなんでスリッパくれるんですかって言ったら、私ね前に出した YouTube の動画でスリッパがすごいダサかったの、それ見てかわいいスリッパをくれました。嬉しい、ありがとうございます。これでお家の中でもかわいく入れます。しかもね若干これ厚底ミニサイズの身長が少し漏れます。女社長さんありがとうございます。でもこの洋服に合ってる気がする。ということで梅雨も明け暑くなってきたので、皆さん熱中症には気をつけてください。私も気をつけます。若干夏バテして痩せた、うん、美味しいご飯を食べたいと思います。全部落ちたよ今の、やばくない。はい、ということで今日は夏の購入品の紹介でした。動画を見てくれてありがとうございます。動画が面白かったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた。